それだけだよね、俺は。だから、その7日のバースイベントやって、その日の夜に、これからの日々のことをまた考えるし、多分イベントやりながら、明日からまたどういう日にしていこうかなとか、みんなとどういう時間を共有していこうかなって、俺考える日が来るんだろうな、7日のは、これはもう予想でしかないけど。お父さん帰ったので寂しいけど夕食にします。元気ありがとうございました。明日頑張れそう。寂しいってあるよね。俺も。